皆さんこんにちは、マジンコと渋川南波です。本日のテーマは難しい手のさばき方です。まあ、ふわっとしてますけど、まあ、難しい手って多いんで、まあ、今回は僕の実践での難しい手でどんなことを考えながらどうさばいていくかを解説したいと思います。それではこちらご覧ください。はい、この手ですね。ハイパイトーン一局なので展望状況はありません。まあ、赤とドラがあるので、まあ、もちろん上がりたいですよね。ただ形はそんなに良くはない。さあこうなった時にまず何を進めていくか、まあここでまず大まかな方針を立てます。難しい手の時、まあ、大まかな方針立てた時に出てくるのはまあ単位王かな、トンとチュン重なったら薬杯かな、面前で言ったらリーチかな、まあその辺ぐらいで大丈夫です。なのでまあそこにいらない牌は何かと言われると、まあ9ピンとか言いそうですね。でまあ9ピン椅は切っていくんですけど、まあ言いそうだけ一応神ちゃんさんの現物なんで言いそうの方を残してみました。ただどっちもほぼ切りますと。さあそしてこう進めていきますと、もうまず第一の選択ですが、まあ、ここで考えるのはまあ薬杯と9番どっちがいらないかなということで、まあでも薬杯がいらないかなと、まあ、この辺までは普通ですね。まあどこまでも普通なんですけど、そしてここでチューンが重なってどうするかなとなります。ここで選ぶ牌はまあ多分全員が数は9番切ると思うんですけど、ここでちょっと難しくなってきましたよね。なぜならこれチューンを泣いたら関数1で3を使わない限り2000点になってしまう。ただ関数1で使うとなると形がかなり悪い。この時点でしかもチューンを泣くと安牌なくなってしまう。ここで考えることが増えてきました。すると何、ここで全員の安牌の何を持ってきました。ここでどうするか、簡単なのは何つむぎりです。何をつむぎるとまあ上がりが一番近くなる。ただし順目は5順目、そして全員の安牌はない、そして自分はまだ一面積もない、そして神ちゃんの捨て牌はかなり濃い、イーソー3ピューマン9ソー数ソーと。ここで果たして何をつむぎっていいものかとバランスをとって考えた時に、まあ、一つ覚えておきたいものがあります。それは安牌は基本1枚持っていた方が攻守のバランスは優れている。これはもう本当に当たり前の話なんですけど、安牌は常に1枚持ってた方がいいです。リーチが入っても一発目それでしのぎますし、難しい牌を引いた時にとりあえず安牌切ってしのぐということもできるの でそのセオリーからするとこの難はまだ切りたくないので、ここで難以外を切ろうと考えた時に切る牌は数層となりました。これはね難しい選択だったんですけど、まずローピンにくっついた時は一気に何チュンチュンと切ってメンタンピン赤ドラとかいうマックスが見れるのでローピンは切りたくない。赤戻しますね。そして3はもちろんドラなんで切りたくない。でチュンを切るにはまだ早いとなった時に、スーソーがここで1枚切れてて、スーソーはアンコになっても少し弱い牌です。アンコになっても弱いというかアンコになりづらい牌、そして他の2人に後々危なくなる牌なので、ここでスーソー1枚ほぐして安全牌を残しておくことでバランスを取ります。これは結構大事な位置だというか、この安牌を残すことによって手牌にゆとりを持たせるいい位置だというか、手牌が少し遅くなるんですけどその分バランスが取れる位置なので、まあ何以外ないだろうと思っている方も少し見直してみて、ああこういう位置でもあるんだと思ってくれた方が助かります。次パースを持ってきました。先ほどスーソー1枚切りで暗黒になりづらいから切ったんですが、今度はパースを、これは少し利用価値があるなと。ただしじゃあまた切る牌は何になってしまいます。結局それはどうかなということで、これもつもぎりです。このパースは残して何切るのも全然ありだと思いますけど、先ほどスーソーよりは僕はやはりちょっと今この順目でメンツがなくて、ここ3号の部分も不安定なのにブクブクにするのはちょっと弱いと思い、パースをつもぎりました。するとここで親勝ち。普通親の両面地ってのは結構怖いものなんですが、今回場を見てみるとイーソーが 1,2,3 枚、スーソーが2枚、つまりこれ6枚目のイースーソーなので、多分どんな手でも泣くんですよ。このスーソーはバラバラだろうと高かろうと。なのでまず親の手はまだわからないと。
ポン。そして小さなポンが入りました。で、パーソー。これでもまだわからないです、俺の手は。ただ一つ入れたのは、ちょっと何イーピン吐くの切り順からして、ちょっと単野をだなと、本一ではなさそうだなと思ったわけですね。想像の染めの可能性はかなり低い。そしてここでついにパワーガンコになりました。これで一気にやる気が出てきます。そして問い目の手は高いか安いか分かりません。でローピンは先ほど言ったようにまだくっつけたい。3番はドラ、チューン切るには早いということで、ここで、まあ、もうついに満を持して難を切ります。今回はまあパワーガンコになって戦える手になったので難を切る価値があるとなりました。そしてここでパワーピンがくっつきます。はい、皆さんこれ何を切りますかと言われて迷いますよね。ローピンはトイメンさんに危ない、サブロッキューさんに移動受け、3番はドラ、何切っていいかよくわからんなと。上がるだけなら3番だけど、3番泣かれても嫌だし、ローンされても嫌だし、パーピン切ってローピン切ってもちょっと単野もなくなるし、ということでこういう時に考え方があります。それ何かというと保留することです。一旦これを切っておくと二巡切れて今後の展開が見れるなという保留の一打を選ぶわけです。となるとこれ何を切ったら保留になるかと言われるともうお分かりですね。この右端にあるチュンチュン、こいつらを切ると一旦次の順もチュンを切れて様子を見ることができるんですね。その間に例えばチーピンポンが入ったらカンチーピン払えばいい、親が明らかに高そうになったらしっかりパーソー切って降りればいい、誰かのリーチが来たらパーソーとかす、まあ、その辺切って降りればいい、で自分にいい牌引いたらもう目いっぱいパーピーローピーで勝負すればいい。このチンを切っておくことによって2巡の間他者の動向を見ることができて自分の選択の幅が広がるんですね。でこのチュン切りは別に言うほど遅くなってはないわけです。単野をで仕掛けることもできますし、ドラをくっつけてヘッドにすることもできますし、この辺でそんなに遅くなってない上に今後の方針をじっくりと決めれるということで、ここはチューンの2枚切る、これが今回のね一番大事なところなんですけど、迷った時は統一を切って保留しろと。これはね結構使える考え方のぜひ覚えておいてください。もちろんね上がるだけなら3番やパーピンローピンの方が早いですが、この手でパーピンローピン3番と切っていったリーチ赤いチ、しかも親はもう2個泣いている、当たるか当たらないか分からない攻めるよりはチュンチュンと切って遅くなるけれど打点は確保しつつ、なおかつ他の人の動向を見て判断できる、このチュンチュンは結構大事な位置なんでぜひ覚えておいてください。迷った時は統一を切ると配効率的には劣るけれどその分二巡の間猶予が得れるのでトータルで見ると得することが多いです。でここでチュンを一旦切りました。そして全員の動向を見ながらやるとまずチーワンを引きました。これでマンズのあたりでヘッドが作りやすくなりました。これで勝負手になりましたね。これでまあこちら攻める気になり、そしてウーピン手出しが入り数番を引いてきました。ここで最後の選択ですが、よく見ると急走が3枚切れました。そしてローピンが、まあ、ちょっと危なさが増しました。でチーソーはポンされてるし、なんか通り7、8とは落とせそうです、平和に。ということでここは保留した甲斐もあってカンチーピンとサブロー、カンチーピンとローキューソーの選択はかなりカンチーピンを選べるようになりましたね、単野なんで。これが保留した成果ですね。こうやって安全に高く進めることができると。この3増出ました。パーソは全員の安牌なんで当然チーピンを取ります。そしてちなみにこのテンパになったらもう降りることはほとんどありません。なぜなら親が高いか安いかわからないし、テンパしてるかもわからないけれど、こちら確実に3900のテンパをしているのでもう降りることはないです。すると3ワン引いてきて、ここで最後の選択ですね。まあ、3ワン紡ぎだけはほとんどないので数ワンを切るかチーワンを切るか、まあ、ここはちょっと読みの話になるんですけど、まあ、数チーワンで当たるとしたらどっち切っても一緒ですよね。となった場合、親の手を考えた場合、1、2と落としてるんで3、5の関数ワンってほとんどないですよね。1、2、3、5から無理やり1、2って切っていくことはほとんどないんで、
で、数ワンシャンポンを考えた場合も2、4、4ってあってドラが3ワンなんですよ。なのに2を先に切って4、4と固定してドラの受けをなくして、その後いろいろ手出しするのはちょっと変だなということで、で、チーワンはまあチーワンシャンポンとカンチーワン両方あるんで、パワーアンコでカンチーワンちょっと薄いですけど、それでもやはりカンチーワンの方があるので、ここは数ワンを選択しました。他の人の闇天のイースワに当たる可能性ももちろんあるんですけど、それよりは他の人のね闇天の G1 の変な街に当たる可能性もあるので、ここはまあ2つ泣いてる親を一番優先で考えました。そして地域の見事積もあがり、これはまあ、チービン積もったのたまたまですし、この天パになったのもたまたまなんですが、まあ道中の考え方の一つとして皆さん覚えておいてください。ちなみに本当にこれはもう余談なんですが、手牌を開くと、まあ、勘違い受けはあります、張ってはないです。そしてなんとチーワン短期がいましたということで、これはチーワンを切っていたら宝珠だったので、まあ数ワン切りはとても良かったですねという、まあ本当におまけのような話です。まあ今回の肝はここですね。まあこういう手で何を切ってもなんか裏目があって難しいなと思った時は一旦トイゾ落として、トイゾ落としがね一番裏目が少ないんですよ。これチュン切ったらその瞬間の裏目チュンだけなんで、チュン2枚しかないんで、なので一旦トイゾ落としして様子を見るのが結構偉いことが多いという話でした。はい、以上です。ありがとうございました。